1885年の東ゴラント1915年の地図ドイツ領東ゴラントは、1884年から1916年にかけて西アフリカに存在したドイツ帝国の植民地。現在の東ゴに加え、ガーナのボルタ州の大部分を支配し、面積は77,355、軽平方メートルだった。1884年、アフリカ分割の末期に、 ドイツ帝国が侵略した。2月、ドイツ軍がアネホ町の主張を誘拐し、保護条約締結を強制した。ロメ地方では、ドイツ保護領カメルーンと同様に、グスタフ・ナハティガルが侵略を主導した。7月5日、ナハティガルは、現地の村パサンセイと保護条約を結び、ベニン湾の奴隷海岸に領土を獲得した。1888年、 行政府は25人のハウサ人からなる不評体を組織し内陸部の侵略に用いた。1890年、ドイツ人役人の人口は12人だった。社会基盤はアフリカの最高水準に達した。内陸の山脈に向かって道路や橋が建設された。1894年、ポリザイトラップは144人に拡大し、クパンドゥ島の東後中央の抵抗都市は、 完全に破壊された。住民の財産は没収され、200から1110金丸く、人の罰金が課された。1895年、首都ロメの人口はドイツ人31人と先住民2084人だった。1899年、ドイツはイギリス帝国から東後中立地域、イェンディとボルタトライアングルを獲得し、ドイツ領サモアと北ソロモン諸島、 トンガを活上した。行政府はカカオやコーヒー、麺の栽培を導入した。1905年、ロメとアネホを結ぶ鉄道が開通した。1907年、ロメとパリメを結ぶ鉄道が開通した。1910年、建設された道路が1 0 0 0トルを超えた。1911年、ロメとアタクパメを結ぶ鉄道が開通した。1913年までに、 ロメの人口はドイツ人194人と先住民7042人に増加した。東ゴラント全体ではドイツ人は316人で、そのうち女性が61人、子供が14人だった。第一次世界大戦直前にはロメは西アフリカで最も美しい都市になった。1914年8月6日、連合軍はドイツの植民地に降伏を勧告した。 8月7日、フランス第三共和制とイギリス帝国の軍隊が東ゴラントを侵略した。ドイツ軍人は一人もおらず、警察の司令官、副司令官として10人だけ存在した。これに加え、先住民は司令官が一人と警察官が660人おり、彼らが全土に配置されていた。連合国軍はロメを占領し、アタクパメ東部の神奈ラジ業局に進軍した。 8月24日夜から25日にかけて、ラジオ局のドイツ人儀士が施設を破壊した。8月26日、植民地政府は降伏した。1916年12月27日、トーゴラントはフランスとイギリスに分割された。1922年7月20日、ベルサイユ条約が批准され、トーゴラントは国際連盟の B 級委任等治療となり、 フランス領統合ランドとイギリス領統合ランドに分割された。フランス領が全体の面積の約に3を占めた。1956年5月、イギリス領で国民投票が行われ、58%がガーナへの統合を望んだ。1957年3月6日、ガーナがイギリスから独立した。12月13日、イギリス領はガーナに統合された。 1960年、フランス領は東合共和国として独立した。ありがとうございます。